今度は馬を使わずに騎馬で行きます。第5レース学習院大学対関東学生漢字団、それではよろしいでしょうか。3、2、1スタート。さあ行くぞ。さあ漢字団が今ここは並んでいる。面白い。これはさあ先にいるのは漢字団の方がちょっと早い。そして学習院大学もいます。アイドを通って2人目に行きます。さあそれぞれ同じだ。今度はおんぶ、今度はおんぶで行きますよ。学習院大学はいい、学生チームは二段塚君が上に乗っております。そしてここは足を結んできました。仲良し学習でしょうか。ここで2人で巻き通して、おこれは漢字団がもう3組目に入りました。漢字団最後、今度はこれも走るのか。はい、学習院大学が今度は走る。 OB なんでしょうかね。ちょっと足取りが遅いのは同じ学生とは思えない。スラロームを通って学漢字団が今気にしない。そして今度は抱っこです。あっとこれは面白い。学習院大学、さあもう一回行こう。なんだ、お姫様抱っこじゃなくお姫様抱っこにどうするのか。ここでおぶってもらって、誰かわからないのがちょっと残念ですね。木島くんですね。木島健太郎くん、木島健太郎くんが女性を務めております。そして今フィニッシュです。お疲れ様です。